君の声よ遥か届け、夢を追い人が行く。虹の上かかるアーチ、明日を開くだろう。そう、明日を開くだろう。明日が大切ですね。負けすかいで始まりました、カズチューブです。まあ本当にいつかはね止まるものなんでしょうが、やっぱりこう負ければ悔しいですよね。連勝が11で止まってしまいました。今日のゲームです。経過であるとか得点の結果であるとかに関してはもう皆さんご存知だと思いますので、それはもう省きます。今日はもう完敗でした。で、相手の伊藤大海投手に対してもね、全く打てないわけじゃなかった。いい当たりが今日は正面をついて不運な面がたくさんあった。負け惜しみではなくてね、完全にこう手も足も出ないという感じではなかったですね。で、今日は試合後、中嶋監督、今日は囲みの取材の時間も非常に短かったです。まず、増井投手がいつもの調子ではありませんでしたねという質問に対しては、しばらく考えた後、いい部類ではなかったよねと短めの、コメントでしたね。ただピッチャー陣に関して言うと、その後投げた K 鈴木投手が3イニング数をしっかり抑えて、最後9回は漆原投手が、0点に抑える。漆原が三者凡退に9回抑えると、さよならっていうパターンが、過去に2度ほどありましたんでね、今日も期待したんですが、そのパターンにはなりませんでしたけども、後の2人がしっかり投げてくれましたという話で中嶋監督も評価していました。で、打つ方に関して言うとね、2点返した場面もね、先頭 T 岡田選手がフォアボール、ロメロ選手がツーベース、二塁三塁で、その後、内野ゴロと犠牲フライで、1点を取る。つまりヒット1本で2点取ったんだよね。あの辺りの攻撃は良かったんだけども、なかなか続きませんでしたねということでした。相手のいいプレーもありましたしという話で、近藤選手が、抜けそうなフライを、何本か取ったりもしましたし、今日は本当にいい当たりが正面ついたというちょっとハードラックな、部分もありましたね。それも野球なんでね、というわけで、とにかく明日ということですね。で、今日解説の中澤さんも、明日のゲームが大切だねということをおっしゃっておりました。で、今日皆様からの、メッセージも頂戴する中でね、やっぱり僕と同じようにいつかはこの連勝止まるものだと思っていても、やっぱり負けると悔しい。で、明日が大切なんだっていうこと、つまり大型連勝の後の反動ってよく言われるじゃないですか。それをやっぱり避けないといけないということなんでしょうね。だから明日は山本由伸投手が先発のマウンドに上がります。で、山本投手の前日のコメントではあるんですが、前回のピッチングからこの1週間で、間練習、いい練習ができました、いい調整ができましたということで、で、最近はちょっと暑くなってきて体調どうですかという質問に対しても、しっかり睡眠をとって、食事もしっかりときっちりととって、あと入浴もしてという、もう基本的な生活のところをしっかりと、整えながらやってますという話は、本人していましたね。で、相手は西武、久しぶりの西武打線、前回は山川さんがいなかったのかなという中で、やっぱり強力打線でどこからでも点が取れるんで、気の抜ける打線ではないということ、ですから、ピッチングの基本である先頭バッターを出さないとかっていうところをね、で、先制点をやらないというね、その辺の基本的な部分をしっかり明日はしていきたいという話をしていましたね。で、明日含めて前半戦残り3試合かな、由伸投手の登板は、そこをいい形で、終えていきたいですねという話をしていました。それが終わると彼は、ジャパンのゲームが待ってますからね、オリンピック日本代表のメンバーでもありますから、そこに向けてということになるんですが、いい形で前半戦を終えていきたいという話を本人はしておりました。明日由伸投手でなんとか、連敗を阻止しようというゲーム、3連戦単位で考えれば、このファイターズとの3連戦も2勝1敗で勝ち越すことができましたので、次の西武戦もなんとか勝ち越していければということ、その初戦が大切になってきますね。おそらく先週の順番でいうと、明日高橋コーナーが投げますから、その後今井投手、ニールが投げるのかな、という感じになってくる。で、オリックスは由伸君が
って、サチヤさんがいって、サチヤ君がいって、最後宮城君かなという感じではありますんでね、まあ、その辺どういうローテーションになるかということではあるんですが、まあ、高橋コーナー、開幕戦のマッチアップですよね、山本 VS 高橋コーナーで、まあ、前回はメットライフで、負けてますんで、なんとかその、ね、リベンジを果たせればなというゲームでもあるんですが、辻バッティングコーチもとにかく明日は、高橋コーナーをしっかり攻略してという話もされていましたんで期待しましょう。で、今日は中澤さんのね、6月18日かな、中澤さんの、誕生日75歳になられました。まあ、そのプチミニ誕生会を試合後放送終わってから、放送席でさせてもらったんですがね、スタッフが用意した、バースデーケーキがとてもおしゃれでね、阪急の、選手の顔、まあ、中澤さんの似顔絵、まあ、似てはないんだけども、それっぽい H マークのね、黒と赤の帽子の、まあ、そんな阪急の選手の顔を、描いた、ケーキでした。とっても良かった。75という数字が、ろうそくが立ってましたけどもね、まあ、75歳には見えない、まあ、本当に解説聞いていてもハキハキと、的確に明確に、解説してくださっているんでね、いつまでもお元気にという話でした。で、これさっきのカズチューブでも申し上げたかな、アナブース版でね。で、この前先日僕と神戸くんが阪急西宮ガーデンズの、西宮球場のホームプレートのところをご紹介しました。まあ、ご覧になっていない方もいらっしゃるかもしれませんが、あるの西宮球場のがかつてあったかつてのホームベースの位置、そこに今もホームベースのモニュメントがあるのね。で、中澤さんに、先日そこに行って僕はそこ座ってきて、あ、ここが中澤さんの仕事場だったんだなという話をしたんですね。そうすると中澤さんは、いや俺もたまに行くんだよということで、そこに座ってね、なんかその当時を懐かしむなんてこともおっしゃってましたね。そんな中澤さん、いつまでもお元気にということで、僕同様、中澤さんも今シーズンは、解説を担当された試合というのは勝率が良くない、ということを今日もなんかすごくがっかりして帰られていたんですが、最後のプレゼントでまた元気もらいましたということで帰っていかれました。中澤さんというのはそれこそ37年前の13連勝、1984年のね、13連勝を達成した時の阪急ブレーブスのメンバーでもありましたから、まあ、その辺 のやっぱりあの時優勝してんのね、阪急はね。だから優勝するチームっていうのはああいう連勝もあるしということをもうおっしゃっていました。だから、今度中澤さんが解説されるのは、まあ、ブレーク期間もあるんで8月の21日かなんかなんだけども、その時にこのオリックスの順位がどうなっているのか、それが楽しみだね、またちょっとしっかりとチェックしておくよということをおっしゃって帰っていかれましたがね、まあ、それぐらい昔の話の13連勝、それ以来の11連勝だったわけですからね、明日からまた切り替えて我々も行きましょう。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューブ通常バージョン、これが本当のカズチューブです。今夜もご視聴最後までありがとうございました。明日ね、で明日、僕は、3軍育成試合の実況を昼間して、その後球場、京セラの方に移動しますが、明日はね、オリックス育成チーム、まあ、3軍ファームのメンバーももちろん出るんですけども、香川のオリーブガイナーズという四国アイランドリーグプラスのチームなんですが、そこのチームとの対戦が待っています。近藤和樹さんがそこにいるんだ、高知県人のピッチャーでね、僕はまあ明日スタジオからのオフチューブなんでお会いできないのがすごい残念なんだけども、メールでも送っておこうかなと思っています。今夜も最後までありがとうございました。明日が大切だよね、頑張れ由伸。